マーク・チャリグは、イギリスのトランペッター及び、コルネット奏者である。彼は主にロング・ジョン・バルドリーのグループである、ブルーソロジー、ソフト・マシーン、キース・ティペットグループ、そしてティペットが率いる、ビッグバンドのセンティピードといった多様なグループで演奏し、1960年代後半から1970年代初頭にかけて活躍した。チャリグは、また、 いくつかのキングクリムゾンのアルバムにも参加しており、特にアイランズのタイトルトラック、リザードのタイトルトラック、アルバム、レッドの楽曲、ダラク天使での長いソロで際立っている。1970年代半ばには歌手のアニー・レノックスをフィーチャーしたグループ、レッド・ブラストツアーを行った。また、ブラザー・フット・オブ・ブレスに参加し、マイク・オズボーンとレコーディングしたほか、 オガンレコードから LP パイプドリームをリリースした。彼はロンドンジャズコンポーザーズオーケストラのメンバーでもある。現在はドイツ在住でブッパータールを拠点とするオーケストラのメンバーを務めている。最近ではクワチオールという即興演奏のカルテットで CD9 時を録音している。ありがとうございます。